今日から使える簡単血糖データ、血糖データ備忘録、血糖データ備忘録ラジオのお時間がやってまいりました。この血糖データ備忘録ラジオという企画はですね、一本の分析動画にするまでもない小ネタを雑談レベルでお届けさせていただくという企画になっております。今回第5回目の放送となるわけなんですが、今回のテーマはですね、個人的にちょっとオルフェーブル産駒が、今年に入ってダートでの活躍が、目立つんじゃないかということで気になりましたので、ちょっとデータの方を拾ってみましたのでご紹介していければなと思っております。今回もあくまで雑談レベルでお届けいたしますので、競馬ファンの方でお時間のある方、また今回のテーマにですねご興味のある方はぜひ最後までお付き合いいただければなと思っております。短い動画となりますので、ぜひ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、それではオルフェーブル産駒についてですね、まず個人的に、今年に入ってやけに、ダートでの活躍が目立つような気がしましたので、産駒デビューから、年ごとの、芝とダートの成績を比較で出してみました。オルフェーブルといえばですね、もちろん言わずと知れた三冠馬ですので、やはり当初は芝での活躍が、期待されていたのかなと思いますので、もちろん去年まではですね、産駒の勝利数から言えば、芝レースのが多い状況でした。見ていただいてます通りですね、ただ年々ダートでの活躍が、目立つようになってきまして、2021年には芝のレースでの勝利数が48勝、ダートでの勝利数が47勝と、かなりダートのでの勝利数が、芝のレースに肉薄してきている状況ですね。出走数の方を見ていただくとですね、ダートの方がもちろんかなり少ないので、勝率から言えばもう去年とか一昨年ダートの方が圧倒的に高かった状況ではあるんですが、いよいよですねオルフェーブル産駒、ダートの方が走るんじゃないかということで、おそらく関係者あたりにもこうバレ始めているのかなと思いますので、今年ですね、これ2022年5月末までのデータとなっているんですけども、2022年の5月まではですね、レースの出走数自体も芝もダートもほとんどニアリーとなっています。やはりオルフェーブル産駒ダートで、期待されるケースも増えているのかなと思いますし、今年に入ってですね、もう芝レースが11勝、ダートレースが18勝と、今後もですねこのペースでいけばどんどんダートの方が、勝利数は伸びていくのかなという形になりますので、オルフェーブル産駒2021年までは、芝のレースの方が勝利数が多かった状況なんですが、2022年はこのままいけば、圧倒的にダートレースの方が勝利数が多い状況になっていくかなということが想定されます。続きましてはですね、そんな、2022年ですね、ダートでの活躍が目立つオルフェーブル産駒なんですが、2022年のダートでの距離別の成績を見ていきます。明らかに 1600m 以下はちょっと成績が全然振るわない状況ではあるんですけども、1700m 以上になると急激に好走率高まりますね。距離が伸びれば伸びただけ、成績が良くなるような、調整績データとなっておりますので、短い距離で、負けたオルフェーブル産駒を、より長い距離で狙うっていうのはちょっと一つ馬券的な戦略としていい作戦になってくるかもしれません。一応ですね、傾向としましてはオルフェーブル産駒 1600m 以下では、なかなかちょっと成績振るわないんですけども、1700m 以上になると、急激に好走率が高まるというのは、覚えておいて損はないデータかなと思います。続いてはですね、ちょっと馬場状態別の成績を見てみます。特にですねオルフェーブル産駒ボバ千馬、牝馬よりもボバ千馬の方が、馬場状態別の成績の偏りがちょっと大きかったので、今回ボバ千馬に限ったデータ出させていただくんですけども、2022年今年に入ってからのオルフェーブル産駒のボバ千馬の、ダート 1700m 以上でのレースでのですね馬場状態別の成績ご覧いただいております。
先ほどですね、1600m 以下のレースと 1700m 以上のレースではもう圧倒的にちょっと成績に偏りがあるよということをお伝えはさせていただいたんですけども、1700m 以上のレースでも馬場状態別で少し、成績に偏りが見られますね。ダート、両馬はやや重の時よりも明らかにちょっと出走数はね、データのサンプル数はもちろん少ないんですけども、重馬場、不良馬場の時の方が明らかに好走率高まっていますので、オルフェーブル3区、ダート戦でですね、活躍が今年目立つ状況なんですけども、距離は長ければ長い方がいいし、馬場もですね、不良に近づけば近づくほど成績良くなるのかなといった形ですので、今後ですね、湿ったダートでの、1700m 以上のレースに関してはオルフェーブル3区、かなり要注意となってくるようなデータじゃなんじゃないかなと思います。続きましては、こちらも2022年今年に入ってからのオルフェーブル3区のボバ1000馬に限ったデータなんですけども、ダート 1700m 以上のコース別の成績を、見てみます。ちょっとまだまだ、サンプル数の揃いきっていないコースもあるので、何とも言えない状況ではあるんですけども、ここで、一番目立つのがですね、東京ダート 2100m での、高い成績がちょっと目につくかなと思います。10回、今年出走してですね、5回、連帯しているという、かなりちょっと驚異的な、成績となっているんですけども、そのうち2回が勝利している状況ですね。もちろん回収率も優秀となっています。先ほど距離がね、長ければ長いほどいいんじゃないかということをお伝えはさせていただいたんですけども、ダート戦のですね、長距離のレースといえばやはりこの東京ダート 2100m だとは思うんですが、2022年ですね、東京ダート 2100m で猛威を振るっているオルフェーブル3区のボバ1000馬ですね、ちょっとですね、この、動画を公開しているときにはもう東京ダート 2100m、春の開催はですね残りわずかとなってしまっているわけなんですが、また来たる秋の東京開催に向けてちょっと頭の片隅に置いといて覚えておいても、損はないデータかなと思いますので、できればですねちょっと秋まで覚えておきたいデータかなと思います。はい、続きましては、そんなオルフェーブル3区東京ダート 2100m で好成績だよということをちょっとお伝えはさせていただいたんですが、ここ3年の年別のデータでちょっと面白いデータが取れましたのでご紹介をします。2022年は先ほどご紹介した通りですね、もう現状で、勝率 20%、 連帯率 50%、という驚異的な成績マークしているわけなんですけども、2021年と2020年はなんと未勝利なんですね。で、好走率見ても全然ちょっと成績振るわない状況となってます。今年に入ってですね、急激にこの東京ダート 2100m で好成績を収めるように急になったというような状況になっているんですけども、これっていうのはですね、やっぱり、オルフェーブル3区どうしても今まで芝中心で使われてきた3区が多い中で、ようやくダートの中長距離が、しっかり走るんじゃないかというところが、認知されてきた結果、芝中心に使われてきた馬がだんだんとこうダートでも使われるようになってきたりだとか、花からダートでですね、上を狙おうという産駒が増えてきたような、なんというか流れがこのデータにつながっているのかなと思います。おそらくですね、今後オルフェーブル産駒どんどんダートに、回ってくる馬が増えるのかなと思ってますので、引き続きですね、今後始まってくる、梅雨時期のローカル開催でもですね、オルフェーブル産駒しっかり要注意、要注目していく必要があるかなと思っております。はい、以上血統データ備忘録ラジオ第5回はですね、オルフェーブル3区についてのデータを拾ってみました。このラジオ企画はですね、今回のように1本の分析動画にするまでもない小ネタを拾って、雑談レベルでお届けしたいなと思っておりますので、お気軽にですねお付き合いいただければなと思っております。今後、ローカル開催が本格化していく中でですね、また雨の多いシーズンにもなりますので、オルフェーブル3区、要注意かなと思いますので、またですね継続的に注目していきまして、面白いデータが取れましたらぜひご紹介をしたいなと思っております。
はい、以上決闘データ備忘録ラジオ第5回放送をお届けさせていただきました。今後もこんな感じでゆるく継続してまいりたいなと思っておりますので、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。決闘データ備忘録 YouTube チャンネル、今後もレースの予想に役立つ決闘データ、シュボバデータをどんどん積極的に更新してまいります。週末のレース予想の動画ではですね、当チャンネルの準レギュラーのカッサさんが、推奨穴馬でですね、かなり面白い、的中を、続けていますし、先週からですね、動画の進行役としてヤックンにも、参加していただいていますので、どんどん新メンバーもね増えて、いい動画がお届けできればなと、今後も、継続してまいりますので、ぜひ、チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録していただきまして、また次回の動画でお会いできればと思っております。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。